とりぼっちが寂しとって女に手を出すのは考えもんだ。女はとっても怖いんだよ。授業なんだがとっても腹立ったね。礼儀としてみりゃすぐわかる。映画に行ったって食事したって、ええから絶対金を払わねえ。それが当然だと思ってる。ケチな男は鼻にもかけられねえ。好きだと言えば言うほど悪乗りするから始末悪い。甘ったれた声を出して言いやがる。あれが欲しいのよ、これを買えなど。男の金は自分のためにあるんだと信じてる。椅子の一つもしてやりゃ知れよと迫ってくる。あてには女のトイレだから、じわじわ男は責められ責められる。生活だ、甘い生活は一年未満。あとは女のために働きは小さ。出世を期待され、子供を要求し、骨を髄までとことん絞られる。しめながら男はシェッシェと働いてる。テレビのチャンネルは女に取られ、ガキには完全に舐められて、男の戦場へと出かけてゆく。付き合いも浮気も抑えられて、疲れたあんたを迎えるものは閉まらない体に針のないおっぱい。じわじわ男は責められ責められる。着いた頃にはもう遅い。保険金が追いかけられて、いつ束ぶか指折り数えてる。